180バカにしてんのかみたいな。ああ、なるほどね。電気より遅いわけねえだろ。ねえだろってね、そうそうそう、何比べてんだってね。多分そういう人たちね、乗ったことないと思うんですよ。だってこんな加速するんだよ。こんにちは。ガソリンが地球からなくなるまで GTR に乗ろうと思っている阿部ちゃんです。そしてハナです。はい、今日はですね、後ろに並んでくる車、うん、これをね、皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、初紹介です。ただね、ちょっとこの車たち、ある曰く付きの、曰く付きというか、ちょっとね、おかしい車たちなんです。事情があるっていうこと、ね、そう、ちょっと事情があるんで、そういったところもね、説明しながら。おれ、おいちゃん、あの、お疲れ様です。遅いよ、遅いよ、遅い、遅いもん、始まってるよ。あ、これもうカメラ回ってる、回ってる、回ってる、回ってる。やばい、あの、本当にすいません、はい、ですね、そう、うん、あの、そっちから歩いてきたんですけど、うん、これは、はい、何、これは紹介ですか、何ですか。そう、今日ね、これ紹介しようと思ってるんですよ。これ4台そう。え、どうして、え、何、ここら辺はなんか同じお車な感じなんですけど。そうです、3台同じです。あ、3台一緒、はい、これ、皆さん分かります、日産の、何、日産の葉っぱ、うん、そう、ん、葉っぱ、日産の葉っぱ、葉っぱ、日産の葉っぱです。わかんない。リーフですよ、リーフ、リーフか、だから葉っぱね。なんか昔葉っぱ帯っていう、わかんないか、え、知らないか、どこ隠してたんだよ。もうリーフって聞いたらあれのイメージしか僕なくて。やだ、絶対良くないよ。だから、あの、30歳前半とかね、はい、その辺の皆さんも分かると思う。後で調べようか、後で調べようか。 YouTube にいっぱい出てくるから、葉っぱ帯調べておいてください。葉っぱ帯ですね、はい、じゃあ、え、本日はこの葉っぱ帯、そう、葉っぱ帯をね、はい、3人いますんで紹介しようと思ってるんですが、うん、日産のさ、リーフってさ、はい、電気自動車なんですよ。電気自動車、はい、うわ、トラスト企画もですね、ついにもうガソリン車をやめて、はい、電気自動車扱うようになりました。ついに、え、でも、え、うちってあれあるんですか、なんか電気自動車ってあれですよね、専用のステーションがある、ね、そう、あるんだよね、うちにもあるってことですか。じゃあ設置してある。いや、あの、100ボルトもあるし、うん、200ボルトの動力も来てますから、もう充電し放題ですよ。ああ。やり方がちょっとね、うん、違うよね、危ないよね。いや、あのですね、日産のリーフはお家でも充電できるわけですよ、100ボルトのコンセントで。うわー、でも、ね、ありますよね、なんか駐車場にさ、うん、設置してる人、ある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 、うん、あの、あと高速のさ、あー、パーキングエリアとか行くと、こうね、急速充電スタンドみたいな、もう最近結構できてると思うんですけど、あるあるある、とかにもある、ある、あ、そうなんだ、うん、多分ね、もう将来的にはこういう車がどんどん増えていくのかな。でね、トラスト企画も、はい、ああいうなんか、あの、好き物しか買わないような車はもう早々に見切りをつけてね、はい、こういう電気自動車にシフトしていかないといけないわけですよ。もう最先端にしろって言ってますね。だってね、ガソリン車売らないっつってんですよ、2030年から。すごいですよ、うちらの、うん、さ、あの、何、業種もうお先真っ暗じゃないですか。真っ暗ですよ。だから早々にこうリーフをね、買い占めまして、うん、もう相場釣り上げておこう。もうそうですね、やっていきましょう。買い占めが起きてるんですね。そういうことです。始まってますもん。まあ、というのはちょっと冗談なんですけど、はい、今日はですね、この3台プラス1台、プラス1台、はい、気になる。紹介しますけど、はい、まあ、こっちは日産のリーフですね。リーフ3台だね。これが初代リーフになると思うんですね。見た目は結構違いますもんね。え、なんかちょっとリーフっぽいじゃん。うん、なんか葉っぱっぽくない？デザインがさ、あ、なんかこうよろってしてる、よろっとしてる。ヘッドライトやばいよ、これ 3D っていうか。すごいね、なんか、だし、え、これは違うかな、変えたんですか。いや、これはもともとこの青だと思います、ね、多分ここは充電するところだよね。そうそうそう、ここパカッて後で開きますね、うん。なんでヘッドライトこういう形にしたんだろうね。ちょっと気持ち悪いかもしれない。ちょっと気持ち悪い、ね、もうちょっとさ、シンプルなのにすればさ、値段も下がるんじゃないの。確かに、ヘッドライトぶつけたら大変だよ、これ。これなんでだろう。まあ、でもこれが最初で、うん、モデルチェンジしてあっちになったと思うんですよね、うん、はい、なんかだいぶこうかっこよくなったね。いや、全然違う、見た目が、はい、これが確か2017、うん、の
日産リーフ。なるほどね。こっちが2016かな。こっちは2018だ。あ、18、割と最近の車ですね。でも最近の日産の顔じゃん。うん、ね、そうですそうです。もうなんか最近のなんだっけ、オーラ？オーラオーラ。もう同じ。そうそうそう。顔が。だからね、なんかノートとかとあんま見分けが。ノート、オーラ、リーフ、分かりませんもう何が何か。分かんないです。見分けがね難しい。はい、うん、で、こう3台ある中でですね、あれ、これ。これ。これがね。まだ親近感がある。なんかこう見たことある。見たことある。そうそうそう。見たことある。これ何これ。これニスモですね。はい。ニスモ。ニスモ。なんと日産さん何を考えてるのかわからないですけど、電気自動車にもニスモグレードがあっちゃいます。どっちやねんみたいな。どっちやねん。どうしたいの。今まで GTR とか乗ってきたけど、うん、家族の反対をねもう押し切れなくなって、うん、電気自動車に買い替えても、うん、走りの魂はね、うん、どこかに持っておきたいっていう偏屈なおじさんがこういう車乗るんですよ、ね、でもいいですよね、はい、ニスモ仕様もうまんまとね日産の商法に乗せられてる感じ乗せられてるよニスモ好きだもんねノートニスモマーチニスモリーフニスモリーフニスモうわー、そうなんだ、はい、こうやって走りのことも考えてるのある。なんでこれは結構いかつい感じですよね。そうだね、うん、下がね、なんかディフューザーっぽいのが入ってる、うん、このなんか赤いラインも入ってたりして。そうですね、はい、白と赤と、なんかちょっとあ、なんかルーフが青っぽいんですね。コンっぽい感じ。へえ、ほんとだね。でサイドもそうついてる。あ、本当ですね。こっちと比べると、うん、張り出してるサイドが、うん、トラスト近くでなんかよく見る形、うんうんうん、え、これはこう、これはなんかオプションパーツ後付け、ねえ、ここにカーボン風カーボン風、そうですね、うんうん、でちょっと遊び心、あっこれね、可愛いよね。デビル。うん、で、なんかね、あの、ケインのメンバーもついてて。ケインもできちゃうんだ。できちゃうんじゃないですか？へぇ、これあれですよね、ゼロエミッションって、うん、なんか、排気量ゼロみたいな。排気量ゼロ。排気ガスじゃない？排気ガス。もう排気量ゼロだけどね、エンジン積んでないから、間違ってはいないけど。だってほら。マフラーねえもん。そう、すごいよね。マフラーないよ。え、待って、マフラー音聞きたいよ。ないよ、マフラー音なくなっちゃうんだよマフラー音ありませんから。電動しかない。電動、ヒュイーンみたいな。でも静かなんだよ、きっと。もう人を引くのにバッチリな感じ。気づけないから、これもう近づいてきても。なるほどね。ちょっと悲しい。超環境のことを考えてるよね。まあ、でもそうだよね。うん、そうだね、まあ、これからはこういう車が主体になっていくんじゃないですか。そうですね、はい、もうマフラーも大好きだから、花ちゃん。そうです、もううるさいの大好きだからね、はい、でね、はい、今日ね、はい、こうリーフ3台も紹介してるじゃないですか。してますね。これね、なんと同じお客さんから買い取ってるんですよ1人からリーフ3台、はい、ええいやいや、まあ、かっさらってくるのもそうなんだけどさ、どんだけ好きなんだよと思うよね。どんだけ、もうリーフ愛がすごいですねあのさ、初代から乗り換えとかだったら分かるけど、初代も持ってんの初代コンプリート、初代コン、全部世代コンプリートみたいなさ、コンプリートしちゃってるんだ、はい、しかも全部車検ついてる。ええ、本当だ、4年の10月とか、はい、そうなんですよ。5年の7月、5年の世の中にはね、変わったお客さんいるわけです。変わったお客さんがね、変わったおじさんを引き寄せるんですよ。わかります？なるほどね、はい、もうすぐ行っちゃうからあ、呼ばれてるって思ってね、そうそうそう、行っちゃうからで、まあ、まあ、リーフはこんな感じで、そっちにね、なんか変な顔面のこれ、リーフじゃないですよね。これ何、この車、これ、これ何、トコット、トコット、トコットっていうの聞いたことない、私。トコット、トコットなんだろうね。だよね、そうだよね。これはどうしたの。
これもなんと同じお客さんから、あのもうねズブズブどころの話じゃないっすよ本当に。大丈夫ですか。このしかもこの4台の他にバイクも1台買ってますこのお客さんから。え今あの何か持ってますちゃんと足しかもこのなんだミラーやっつけとこっとみたいなそういう車はこれ現行車ですね。結構やっぱ女性の方多分乗ってる人多いと思うんですよね。なんでこんな中途半端な色なの。いやこれがきっとね女の子にはいいんですよ。葵ちゃんは分かる。あ俺この色見たことあるよ。三菱車をさずっとあの日光に放置しておくとこういう色になるよ赤い三菱車。違うんですよきっと。もうこれは女の人はね分かりますよね。この退職した赤じゃないのこれ、ね、でも最近さこういうさ、うん、なんかちょっとよく分かんない色の車多いよね。多い多い。淡い感じっていうかさ、うん、なんか絵の具の白と何か混ぜたような色、うん、多いと思うみたいなさ。ちょっとスポーツカーもこういう色で塗るかといいかもしれないですね。あそうすればね助手系が良くなるかもしれない、はい、でもこれはねもうこういう軽の現行車でも買い取りしてますよという感じです。そうですね。もうミラトコッタどうでもいいですこっちで気になるのはこっち、うん、はい。これ電気自動車ってね初めてですね。ここ開けてみる。あ見たい見たい見たい。オープン。パカッ。うわおリルボンネットうわこれ充電できるわけですねきっと。多分僕やったことないですけど多分こっちが急速充電の方だと思うんですよ。あ早い方あのパーキングエリアとかにあるやつ、でこっちが多分家庭のコンセントでいけるやつだと思うんですよね。なんかもう給油口じゃないのが悲しい。給油口どこにもないですからこの車。うわ給電口ですからね。給電源、はい、もう言えねえすごい。で一応ねボンネットも開きます、はい、え見たい見たい見たい。なんだろうこれってさ電うわこれはこれは何なんだろうね。これ何だろう。バッテリーですかモーターですか。バッテリーってなるのかな。バッテリーなのかな。これがバッテリーで、うん、これがモーター。うん、でもこれ普通のバッテリーじゃん、うん、多分あこれだけじゃ走行用のバッテリーはもっと大きいやつだと思ってる、うん、じゃあこれか、うん、そしたらこれ多分なのかな。こっちが多分でも多分ドライブシャフトあそこに繋がってるから、はい、これモーターだと思うんですよね。あーモーターとミッションなのかな。すごい、うん、ちょっとねどういう構造になってるのか理解してないんですけど。じゃあもうエンジンかそうかエンジンじゃないんじゃない。エンジンじゃないです、うん、花ちゃんの大好きな音は出ないです。うわみんな知ってあの馴染みがなさすぎて分かんないんですでやっぱりこう電気自動車ってさ走り気になるじゃないですか、はい、走りは一番気になる。だから内装を紹介しがてらちょっと乗ってみたいなと思います。うわやった、はい、行ってみましょう。はい多分ニスもこういう青ステッチになるのかな。あうん、青ステッチ仕様ですね。そうだね、うん、ここも青ステッチ、はい、ここも青ステッチ、うん、でも普通のガソリン車と変わんないですね。あんまり変わんないけど、はい、タコメーターないですね。エンジンないからないわ、はい、走行距離スピードメーターと液晶メーター、うん、走行距離4万5000キロまあまあですね、うん、そこそこでほらここのこれシフトこれあ れ, で、ね、あれでもあったでしょ。あのノートノートノートであった。あとなんかプリウスとかそう、うん、こういう感じガガガガって勝手に戻るやつ最近のやつ、うん、これは阿部ちゃん的にどうです。 NG っすだろうな。やっぱこうボッコついてないよねボッコが本当にパソコンのさマウスみたいな感じだもんね。そうだね。で見てくださいこれエンジンというか電源なんで、うん、電源ですね、はい、電源なんですよこれはい、電源スイッチです。エンジンじゃないです。パワーオンです。何？はい、電源オンです。音がしないよ。あ、でちゃんとほらバッテリー残量も下に出てますね。今 80%。 これであと216キロ走れますよ。そんな表示が出てます。本当だ。書いてある。うん、こんにちは。こんにちは。喋るぜこいつ。静かだね。
でもバックミラーは全部カメラなんですね、純正でね。うわぁ、ちょっとこれ見てください。これが多分日産のプロパイロットだと思いますよ。あれか、矢沢さんがやってる、うん、やっちゃい日産やっちゃい日産言ってますね。追従するやつだ、うん、高速で、うん、静か静かあのね、うん、これさっき僕チラッと動かした時思ったんですけど、うん、はい、電気自動車ってさ、モーターでしょ、うん、動力が、うん、モーターって実はエンジンより加速力いいんですよ。へえー、あの他に電動するやつが最大にこう回転数が上がるまでのスピードがモーターの方が速い、うん、早いんだ。だからね、結構いい加速すると思いますよ、じゃあ楽しいんじゃない。そうですね、じゃあちょっと加速もね楽しみながらちょっと行ってみたいと思います。はい、私これもあれですか、じゃあ、 あのワンペダルみたいな感じで。あ、これはね E パワーじゃないから、そういう感じじゃない、ちゃんとこうブレーキと普通のオートマっぽい。私はその方が運転できるちゃんとブレーキの感覚は普通です。ね、E パワーはアクセルを、そう、アクセルでさ、こうね、音がしませんすっごい静か。こんなに静かだったらさ寝ちゃうよね、はい、これ寝ちゃうでもプロパイロットだから寝ても大丈夫ってこと。うん、大丈夫大丈夫、オンにしとけば、うん、多分大丈夫今はすごいですよね、本当にすごいね、うん、でもちろんエンジンがないのでパワステとかも電動だと思うのね、すべて。ハンドルめちゃめちゃ軽い。軽い、うん、マジで軽い。じゃあちょっと電気自動車の加速がどんなもんだと行ってみましょうか。はい、はい、おー、わー、すごい、これ結構すごくない？すごい、すごいです、すごい。なんか加速した時の音も、うん、なんていうのかな、コンピューター、なんていうの、あの、ってなんか、モーターの音がする。ヒュイーン、そうそうそう。もう RB の音とは違う。いや、でもね、この加速結構すごいよ。あの結構グインって、ジェットコースターみたいな感じ。そうそうそう。あのさ、リーフがさ、はい、最初に出た時さ、はい、あの日産の CM に結構ね、物言いがついたんですよ。うん、何？180と04をやる CM だったのね、電気自動車とスポーツカーが走ってどっちが速いかみたいな CM を日産がやったんですよ、はいはいはい、自分たちの車で。それをね見たスポーツカーファンのおじさんたち、もう180バカにしてんのかみたいな。あ、なるほどね、電気より遅いわけねえだろってね、そうそうそう、何比べてんだってね。多分そういう人たちね乗ったことないと思うんですよ。だってこんな加速するんだよこれやばくない？やばいやばいやばい、怖い怖い。ちゃんと速いですタイムラグがない、ないないない。これはね、踏んだと同時 50m は絶対リーフの方が速いよ、180よりノーマルだったらね。うん、うわー、やだでね、すっごい安定感がある。あ、すごいよこれ、うん、本当に。でも急に踏むのやめてください怖くなって、あの音がしないからさ、そう、もういつ、いつね、予防線を張れない静かだからね、静かこの音、なんかね今まで感じたことない感覚いや、すごい。いや、ブレーキはどんな感じですか？ブレーキ普通にブレーキだよ。そんな違いはない、うん、多分ね、これ回生ブレーキなのかな、多分回生ブレーキにもなってると思うんだけど、あのブレーキ踏むとチャージの方に回る、あ、なるほど、プリウスとかにでも同じシステムだと思うんだけど、あるある、うん、プリウスより自然だな、このペダルの感じは。いや、でもね、あのニスモって感じするよ、この加速の感じとか。あ、うん、
ね、ちゃんと違うんですかね、加速感とか。うん、だ加速感とか同じなのかな。普通に外装とかだったり。でもスポーツモードとかないもんね、これ。ないないないんですよね。うん、そう、結構シフトがパーキング、ドリア、うん、でニュートラル、うん、R、TR、DV、ドライブ、ニュートラル。うん、でもそうだね。普通の車で変わんないから、スポーツ。なるほどね。これさ、排気音しないからさ、うん、しかも排気ガスも出ないし、うん、環境にいいとかいう感じじゃん、はい、これね、ガソリン車のエンジン車に乗り慣れてる人ってさ、だいたいこうエンジンのうなり具合で、うん、どれぐらいスピード出てるかとかって分かる気がするんですよ。確かに、まあ、少なくとも僕はそういう感じでさ、あんまりスピードメーター見てなくても、うんうん、こう何速の大体何回転だったらどれぐらいスピード出てるって分かるんだけどさ、はいはいはい、これはスピードメーター見ないと分かんないね、何キロ出てるか。気づかないうちになんかね、ちょっと危ない気もする。これちょっとね、高速危ないよ、危ない。あとこんだけすぐ踏んで、うん、から誤発進とかが怖いですよね。あ、そうだね、そうだね。確かに、そう、最新の車はね、うん、便利だけど慣れがすごい必要だと思う、うん、必要だと思う。これ何の感覚なんだろうな。ジェットコースターに近いかな。うん、近いと思う。加速感はすごい分かります、ね、エンジンの加速じゃないもんね、うん、こうなんか引っ張るようなさ、グ、うん、イーンって加速、0から100みたいな感じですよね、うん、私と花ちゃん苦手系なので。あ、ジェットコースター無理系。無理系。あ、そうか。お化け屋敷は無理系。でも葵ちゃん見るんだよね、お化けのさ。怖いのは見る。で、脅かされるのが嫌い。はい、脅かすのは好き。タッチが悪い。本当に面白い。これはね、あれだね。あの CM 見てバカにした人たち、うん、っていうか怒った人たちは一回乗るべき。いや、多分びっくりしますよ、これ。うん、なんか体感ね、220馬力ぐらいあるよ。この感じだと。でもこういう電気のスポーツカーって今世の中で発売とかってされてんの？日本車ではないんじゃないかな。でも今ドイツとか、あのフォーミュラ E っていうね、うん、F1、まあ、F1 じゃないけどフォーミュラカーの、はい、あの電気自動車バージョンの世界選手権をやってるんですよ、うん、でそれに日産は参戦してるので、多分そこでの開発のフィードバックがこれに来てるんだと思います。なるほどね、うん、でも国内ではなんか日産が一番電気自動車に力を入れてるっていうイメージある、うん、そうね、そうね、うんうん、トヨタは一歩遅れてる。そう、ハイブリッド。トヨタはそうだね、水素だからね、うん、これは今後の。これ本当に気づかないな。だからこれの寝てたら怖いよ。もう本当に嫌だ。これジェットコースター嫌いな人には嫌われる車だ。足元カメラ欲しい。でもさ、これさ、今ちょっと大げさに踏んでるからグッてくるけど、細かいコントロールすっごいできるよ、うん、ああ、オンオフだけじゃないよ、全然。意外と乗っちゃうとメリットがたくさんというか。あ、そうだね、本当にいい点あると思う。結構そうですよね、運転してる人のこと考えた、うん、なんだろう、技術が多分いっぱい入ってるんですよ、搭載してる。さすが技術の日産、うん、うんうんうん。でもこれはちょっと歩いてる人は怖いよ。怖い。絶対気づけない。ああ、そういうことか。音で絶対気づけないと思う。確かに。特に最近って結構ヘッドホンとかする人多いじゃないですか。ああ、絶対気づかないね。絶対嫌だ。危ないね、うん、これはね。あのスポーツカーの利点はね、うん、あの歩いてる人が分かりやすい。うるさいから。うるさいから、うるさいからすぐ分かる。でも全然いいなって思う。うん、悪くはない。悪くない、全然悪くないよ、うん、こういう車になっていくんだね。そうだね、うん、でもこういう車に、この車に、うん、乗ってわかるけどさ、うん、こういう車になっていくんだったら、うん、別にあんまり悲観的じゃないかな、うん、ガソリン車がなくなっても、うんうんうん、なんかそういう充電で
できるステーションとかがもっと身近に増えれば、うんうんうん、もっともっと便利な車になる感じです、ね、そうだね。でもっと技術が進歩すればさ、もっと長持ちするバッテリーもできるだろうし、うん、そうですね。で多分スポーティーな車にはきっとなんかこう出力の効率のいいモーターとか積むようになる、うん、なればきっとガソリン車のエンジンよりなんか馬力とかトルクとか出せるんじゃないかな、うん、きっとそういう方向になるんだろうね。でもこれエンジンってオイルもないのかな。オイルないですよ、もちろんオイルもないです。え、じゃあメンテナンス性も意外といいのかもしれない。うん、だからその普段のねメンテナンスってどういうものになるのかっていうのがちょっと分かんないけど、うん、タイミングベルトだったり、まあ油脂類とか、まあ、タイベルもそうだよね。油脂類もないしクーラントもないし、あ、確かに。ウォッシャー液ぐらいですか、ね、ウォッシャーはあるね。あとブレーキのフルードとか、うん、クラッチフ、あ、クラッチはないか。いや結構こうみんなの手元に行くようになった、いろいろこれからも進歩してるんだろうな。これに乗ってみるとちょっと楽しみだなって思う、うんうん、思いますね、うん、こっからさらにどう発展するのか知って、うん、そうだね。どうでした、うん、新しい感覚すぎるね。面白いね。ちょっと自分でも乗ってみたいって思うぐらい、うん、新鮮でした、うん、充電のやつが出てくる。今から充電開始すると7時50分に満タンになるってことね。そういうのもやってくれるんだ。通勤で終わってからチャージして次の朝には乗れるよ、うん、うんうんうん。でもさ、これ今バッテリー 80% で210キロ走れるって書いてあったけど、210キロって相当走れる。これにした方がいいんじゃないですか。いいと思う、うん、一番いいと思う。いやでもみーくんこれにしたら寝るだろう。危ないね、危ないよ。じゃあこれからどんどんこういう車も買い取っていくってことですよね。そうですね、うん、だってこういう車しかなくなってくるんでしょ。確かに。なんかそのうちこのノートニスモがさ、あの3人 GTR みたいに、ね、値段上がってっちゃったりしてトラス企画があってって釣り上げてっちゃったりして、多分その後ろにドドドドドってもうね、いっぱい電気自動車でも面白い。面白いね。あの運転したらもっと分かるよ、面白い。分かります。これみんななんか乗る機会とかあればぜひ乗ってほしい、うん、そうですね、あのバカにできないです、うん、まあ今回の動画でねお伝えしたいこととしては、はい、ちょっとよくわかんないズブズブのお客さんから4台一気に買いましたよと、ありがとうございますっていうのと、ありがとうございます、はい、あとリーフみたいな電気自動車、まあ、それこそリーフ、プリウス、ね、うん、その辺も OK ですし、最近のなんかプラグインハイブリッドみたいな、ね、うん、車でも全然買い取りしておりますので、うん、ね、スポーツカーのイメージだけではなくて、うん、一般車から電気乗車まで買い取り幅広くやってますんで、幅広いもね、買ったはいいけどやっぱりガソリン車の方がいいなって思った人もね、うちに売っていただければガソリン車当てがいますからね、うん、まあそんな感じですよ。はい、はい、ちょっとこれはいいね、うん、いい体験になりました。はい、楽しかったです。楽しかった。じゃあまたぜひこういう電気自動車紹介コーナーでお会いしましょう。バイバーイ。